松谷与え次郎松谷与え次郎は、社会運動家、弁護士、政治家、衆議院議員、石川県金沢市生まれ、1903年、明治法律学校卒業。1914年に弁護士を開業し、虎ノ門事件で、南波大輔の国選弁護人を引き受けるなど、社会運動、尾崎葬儀の弁護活動に活躍する。1926年、 日本老農党創立に参加、全国大衆党、全国老農大衆党の顧問を務める。1930年、第17回衆議院議員総選挙において、東京6区から日本大衆党の候補として出馬し、衆議院議員に初当選する。その後全国大衆党、全国老農大衆党を経て、1932年には、社会大衆党の顧問に就く。 しかし、満州事変の評価をめぐって、社体等と対立して離党し、以後新日本建設同盟、国民同盟、日本国家社会等を経て、1934年に、勤労日本党総理となった。1937年3月16日、裁判所からの帰宅途中に、麹町区西日比谷の路上で、オートバイに跳ねられ、翌17日に死去。作家としても知られ、 100年後の日本などの小説を表した。次女の松谷美代子は児童文学者として知られた。また、長女の宗竹あさこは評論家、長男の松谷春夫は質芸家として活躍した。ありがとうございます。